サンデー漫画クラブのお時間です。この番組は毎回一つの漫画を取り上げ、ああでもないこうでもないとおしゃべりしながら、その作品の魅力を掘り下げていく番組です。お送りするのは海外漫画の翻訳をしている原と、ウェブトゥーの編集をしている林と、デザイナーの多田と、元師匠の美咲です。今回もこのメンバーでお送りいたします。よろしくお願いします。お願いします。はい、今回は誰がどんな漫画を取り上げてくれるんでしょうか。はい、今日はですね、林の推薦作品でして、ターボエンジンさんの、女騎士と獣耳の子という作品を取り上げたいと思います、はい、どういう作品なんでしょうか。こちらはですね、ファンタジーものです。ファンタジーもの、はい、で魔物がはびこり殺伐とした異世界です、うんうん、割と殺意高めの世界です、うん、そういう感じでした、はい、で女騎士のオリビアさんは、弟子のこう獣人ノアちゃんっていうちっちゃい子ですね、と一緒に暮らしていて、この強く生きる二人の絆に癒され、キュンとする師弟の成長冒険談というお話でございます。ちなみに今の最後のセリフは公式に書いたやつですね。なるほどね、なるほどね、はい、ちょっと側のが話もしておくと、奥付けによると、僕は紙で読んでるんですけど、これは、まず新潮社から出てますね、で新潮社から第1巻が2022年の9月15日に出ていて、奥付け上ね、で第2巻が、これは2023年今年に入ってから2月15日に出たと、いうことになってますね。で初出が、クラゲバンチの2022年の6月から7月っていうのが第1巻で、8月から12月連載っていうのが第2巻と、で今も続いてるということですね、はい、ありがとうございます、解説、はい、いやこれね、もう本当に五郎ちゃんのセリフ借りると、はい、こういうのでいいんだよ、こういうのでいいんだよなるほどっていう気持ちになりながら、まあ、私はホクホク顔でこう見てるっていう、なるほどね、うん、これ連載で読んでるの、なんかそうですね、あそうだ、いやなんかいいんだよこういうのでっていうのは、やっぱ可愛い子供の顔笑顔とか、こう鼻ピクピクさせて泣いちゃうとか、なるほどね、いうそのいわゆる子供のすごくキューティー、なんか生きてる子供っていう感じのところと、ここがすごくスウィートなところです。なるほど。で女騎士のオリビアさんの、なんていうんですかね、腹筋がすごく血が見えする腹筋てか強女なんですよ、バッキバキでした、ね、そうバッキバキで騎士だからね、剣使ったりとかね、そうそうそう、鎧着て頑張ってるタイプの人ですよね、もうすごい今日の林は安易なこと言うと思うんですけど、いやこんな美しくて、腹筋もバキバキでの女の人が、なんかかっちょいい鎧で出てくるってすごくかっこよくないって、バカみたいな、そうそう、しかも甲冑姿ってわかんないですよ、性別、あそうですね、でっかくて、でさパカッ、お女みたいな、燃える、まあ昔からあるシチュエーションですよ、女騎士、そう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 、しかも強い、強い、そう、ノア君はそのやっぱ強い師匠に憧れてて、一緒にこう修行したりとか、怖いモンスターに立ち向かうけど助けてって言って、こう秒殺、あの師匠が秒殺してくれたりして、やっぱりお師匠はすごいみたいな日常ですね、本当にこれが日々繰り返されていて、なんかこの生活を続けって思いながら私は見てます。なるほどなるほど。であとちょっとこれは細かいとこなんですけど、モンスター描写とかが、なんか今の、あのあれです、あのダクソ系っていうんですか、かっこいい、かっこいいんですよね、なんか、あまあなんかなんていうかね、黒々しとした感じ、そう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 、でこれがちょっと実は殺意高めなところっていうのが、まず一巻のいいとこですね、だからこれをこの枠を得て、何かこう生きるとはみたいな学びとかはないと思うんだけど、でもねほっこりね、もうなんかもう寝る前に読んでニコニコみたいな感じで、なんか私はこういう漫画もすごい好きなんですよ、なるほどね、っていう感じなんですけど、原さんどうした？はい、全く知らなくて、今回取り上げるっていうことでね、読みました。でまあ、こういうなんて言ったらいいの、ファンタジー
異世界とかそういうのとはちょっと違う。でもふんわりと異世界とかそういうような感じは思うの、こういうのジャンル的に。でも異世界とファンタジーって同義語、あーなるほどね、近いんじゃないですかね。まあ、転生してるとかそういうところを除けばね。そうですね、まあ、少なくとも獣人の子に耳が生えてたりとかそういう異種族が出てくるっていうのは、うんうん、遡っても現実世界ではないっていう風に判断していいんじゃないですか。なるほど、なるほど、まだファンタジーじゃないかな。こういうのってなんていうか今割とトレンドだったりするのかな、うんうんうん、すると思います。そうかそうか、うん、なるほどな。まあまあ僕は普段なかなか読まないタイプの作品で、うんうん、興味深く、読みました。で、まずさっき林さんが言った通り主人公の女性がね、かっこよいじゃないですか、うんうんうん、まあ、これすごく良いなと思いますね、うん、で割と登場人物は女性っぽく見える、男性ってはっきり分かるのいる、線の細さみたいな書かれ方はしてる気がする。え、どういうこと？あ、線の細さ、なんていうの、画風もあってみんな麗しい、うん、出てくる人もみんな麗しい気がしてる。男女関係なくっていうことね。でも明確に男の人出てきてないんじゃないかな。でもなんか雑貨屋の味わいとか、そうそうそう、確かに確かに確かにたな。そうね、そうか。でも割となんか女性っぽい印象、ね、で主人公の男の子もノア君だっけ、うんうん、もう、男なのか女の子よくわからないけど、まあ一応男の子なのかな、うん、なのかなって感じですよね。まあ獣人だしなっていうところでね、うん、あ、そうか、獣人だからね、はい、まあ、でそして獣人とあと人間っていうのが割となんていうか混交しているっていうかね、うんうん、そこになんかこう敵対もあるけれどもなんかこう相互の交流もあるというのが描かれているの世界観かな、うんうん、はい。で、作品読んだ時にすごく印象的だったのが、この漫画は添い寝漫画なのかと。添い寝漫画めちゃめちゃ添い寝してますよ、ね、添い寝のシーンがやっぱすごく印象的で、そのね、これさ賛否分かれるところだと思うんですけど、うん、添い寝してる時の人肌が感じられるような描写、うん、そこのところは、リアリティがあるっていうか、うん、あったかくて寝ちゃうみたいな感じとか、うん、そこは、漫画の表現としてはすごく面白いなって思う、うん、で一方で、うん、その結構年を取っている、うん、年を取ってるっていうかまだ若いんでしょう、20代ですよまあでも成人って言い方しましょうか、うん、成人の女性が未成年の男の子と、うん、まあ添い寝するとかね、うん、何だったら口づけするみたいなシーンが最初の方にあったりしましたけど、うん、そういうところはどうちょっと微妙かなって思う人もいるかもね、うん、っていうのは思った、まあ、ただその体温が感じられる描写、うんうん、これはすごく興味深いし、うん、見方によってはすごくいいのかなって、うん、よく汗かいてますしね、うん、あ、そう、確かにあれは完全に作者フェティッシュだと思いますそんな感じするね。そうだな、だからフェティッシュが相当強い、入ってます、ね、温かさ、ぬくもりと、うん、あとなんかこうなんなら匂いのようなものも感じられるような、うん、生々しさみたいなの ね入れてますよね、はい、とにかくね、うん、絵が超お上手なのでハイパーになるほど、やっぱ添い寝だけでもなんかドラマチックになるんですよね、うん、だからそこをなんかそのフェティッシュ味をこうちょっとセクシャルに受け取っちゃう人はいるかも、うんうん、そうね、まあ、でさ一方で作者もやっぱ作者あるいは作り手側、うん、編集者もサービス精神旺盛だと思うんですよ、うんうん、例えばそのオリビアさん、うん、第1話でもさなんかこう一緒に添い寝してるところでノアちゃんがバッてシーツを跳ねのけるところとか、うん、いわゆる下乳が見えてる状態になってますよね、こういうところとかね、うん、そういうのを感じるところはあるね、うんうん、はい、とりあえずでもそのフェティッシュな部分は、うん、なんかモロハの剣というか、うんうん、いいところでも僕はあると思います、ね、うんうん、はい、とりあえずそんな感じです。じゃあ美咲さんどうですか。はい、私これ読んだ時にこう今まで図書館とか司書とかの勉強してきた中での一節を思い出しました。子供向けの本とかをやって勉強してたりとかするとどうしてその物語とかが子供にとってそのどう受け取られるかみたいなことを学ぶ機会とかもあるんですけど、その中でこう印象に残っているのがいわゆるそのお話とかって末っ子が主人公になるパターンが多いけど、それは誰しも最初は末っ子だったからそれでいいんだっていう説があって、うん、例えばいずれお兄ちゃんになるにしても生まれてきた瞬間、まあ、一番下の子、うん、誰もが大人の中で自分が一番下っていうのを体験するから、うん、だから末っ子っていう物語が多くてもなんていうか許容されていくんではないかっていう話があったんですね、うん、で私それを思い出してこれをこの女騎士と獣耳の子を読んでいる人はこのちっちゃな子が自分であって
って、うん、なんていう、そこでちっちゃくて可愛くてけなげに頑張るし、そばには大好きであったかくて強い大人がそばにいて、うん、心ゆくまで君が何をやっても安心して一緒にいてくれるんだよっていう物語なのかなって思いました、うん、だからさっきのその、ちょっと生々しさを感じるような描写とか、うん、フェチシズムを感じるような描写に重きを置いてるっていうのはある意味すごく正解だと思っていて、なぜならこのクラゲバンチさんを今どんなラインナップかなと見たんですけど、うん、明らかに大人向けの雑誌じゃないですか、クラゲバンチさんって、うん、かつ男性向けって感じですよね、うん、男性向けなんだ、まあ、女性向けも割とありますけど、まあ、でも大人が、うん、メインはそうだと思います、うん、女性誌では確かにないかなっていう感じののを考えた時に、自分がその享受できる全て、大人の自分っていう目線も持って、うん、そういう、異性とか女性のセクシーさとか、うん、そういうのももちろん好きだから、うん、なんならそういう要素も自分で受け止めたいし、でも根本は頑張る自分のそのピュアな部分を全ての世の全ての食欲をその子に注げみたいなのを味わえる物語かなって思ったんで、そういう意味で小さな子がなんて言うんでしょうね、自分だと思えるような、それであって幸福であるっていうのを感じさせられるような物語なんじゃないかなって思いました。うん、で絵はやっぱりさっきもおっしゃったみたいにすっごく美しいし、そういういいな、こういうの綺麗だなって思うのに満ち溢れてる気がします。で逆に私はあんまり子供にリアルさを感じなかったですね。そこも私はクラゲバンチさんでやっている読者層に向けての大事なところだと思ってて、本当の子供ってしんどいじゃないですか、やっぱり。予期せぬことね、いっぱいあるから。こんなうまくいかない。途中でなんかいろいろその子供らしさゆえにあるなんていうか難しい部分も出ればするんですけど、言ってもそれはスパイスみたいなものだなって私は思いました。だからこれは子供大変だよね、大変だけど可愛いよねっていうのを味わう物語じゃなくて、自分が小さきか弱きものでもそのピュアな部分を大事にしてもらえるって空間ってこんなに素晴らしいから、心置きなく、しかも大人であるっていうのも込みでそこに飛び込んで、さあ安心して寝なさいっていう、そう今夜良き夢を見てっていう、うん、クラゲバンチさんのおとぎ話だなって思いました。うん、そうね、ママおやすみみたいなもんだよ、うん、そうそう。だからさ俺は結構オリビアさんがそのノアちゃんを可愛がってるところ、うん、そっちも結構あるかなと思ったけど、でだから俺は思ったのはこの作品って割と女性が読者なのかなと思って、そうでもない。私はあんまりそっちには思わなかったですね。大人が子供を愛する物語に見えるけど、うん、それは受けているその子供が僕こんなに愛されてるんだっていうのを知らしめるためのシーンじゃないかと私は思いました。だからそのさっきおっしゃったみたいな大人が林さんが変な顔してる。ちょっと待ってくださいね。大人がその小さな子を愛したいための物語じゃなくて、うん、自分が小さくなって楽しむための物語っていうふうに私は受け止めました。どうですか？なんかめっちゃみんな考えてきていただいて嬉しいなって思いながら。深読みしすぎかもしれない。いやなんか私はもうもっとごめんなさい、すごくシンプルになんかこの二人仲良くていいなっていう確かになんかぐらいの浅い読み方をしてました。でもね、なんか2巻の話をちょっとしたいんですけど、2巻の最後のお話で、女騎士の料理屋さんの幼少の話が語られるんですよね。でここで意外と彼女もなんか闇背負ってんな感というか、過去がちょっと悲しい、要は親に捨てられたみたいな過去の話があって、なんかここでまた私結構キュッて心を掴まれたんですよ。なんか意外とこの話、なんか深い話してくれるかもしれんみたいな。なるほどね。なんか思ったよりめちゃくちゃ奥行きあるぞみたいな。あ、なるほど、ね。なんか出し方がすごくエレガントだなと思ったんですよね。なんか初めにこの女騎士には深いなんか闇があってみたいなんだと、多分ちょっと重いって感じる人いっぱいいると思うんですよ。なるほど。
だからこのクッキーいっぱい美味しいの食べさせてくれた後のちょっと苦み出すとこういうタイミング、うん、いいタイミングで出してくれた、そうエクセレントって思いながらコーヒーをすって出してくれた、あ、そうあタイミングそうだ、どんどん乾いてなんか苦みが欲しかったんです、パクパクみたいな食が進んじゃう、いや気が利くなーみたいな感じです、すごく、絶対これ お母さん出てくるんじゃんまたみたいな、そうですね、そうとかそのお母さんじゃなくて自分を騎士として育ててくれた、うん、これも従順っぽい人、うん、ああそうだね、とかもなんかこれあるやん、悲しい過去あるやんみたいな、うん、もう妄想で胸いっぱいですよ、うん、っていうね、あ、戸田さんどうでした？あ、俺はいはい、なんかもうこれだけ盛り上がると俺が言うこともあんまってきます、まあ、あの楽しく読みました、うん、で僕はやっぱそのその大人側か子供側かっていう感じで読んだわけじゃなくて、なんかもうとにかくこの2人めっちゃイチャイチャしてんなみたいなまあとにかくこの2人がこう仲良くて、うんうん、なんか難しくやってるところがあれば、うん、この世界は、うん、まあ、あの成立するっていう感じの話だと思うんですよね、うんうんうん、でまああのうーん女騎士、うん、もう何ですか、一人でなんかこうなんか郊外に住んでる凄腕の女騎士、うん、全身鎧着ててね、うん、もうまあゲームのすごい強いキャラみたいな感じで考えればいいですよね、うんうんうん、あのガッチャガッチャ歩いてもぜいぜいそこで汗かいてもう途中で倒れるみたいなそんな感じじゃなくて、うん、でそこに、まあ、助けられた獣人の子、まあ、すごくちっちゃくて可愛い子供と、うんうん、なおかつなんか柴犬のようななんか、うんうん、愛らしさを両方トッピングしたみたいな、まあ、それが従者としてくっついてきてっていう、うん、いわゆるエスクワイヤーものですよね、その騎士見習いっていうものなんだなと思って読み始めたら、まあこの子供が役に立たない、そう役に感はちょっと低めですよねそうですね、頑張ってますけどね、いっぱいそうそう、うん、まあ、本当はやっぱ騎士ってこうすごい鎧で動けないから、うん、いろんな盾持ったり、うん、いろんな、 なんて着脱する手伝いしたりとか いろいろやるんですけど、それよりもっと下の騎士見習いっていうより故障に近いですよね、うんうん、そういう感じのちっちゃい子と、まあ、この2人がそんなにモンスターバトルとか、うん、は作品全体からすると裂かれることなくて、うん、この2人がその怪物退治したり、うんうん、なんかどっかに遠征したりの間に、いや疲れた何か食べようとか、うんうん、お勉強しようとか、うん、なんかそういう間のなんか日常部分にグッとこう、うんうん、2人のイチャイチャして楽しい感じのところをこうグッと撮るっていう感じの漫画で、ああそういう漫画なのねっていうふうに思いながら、まあ、楽しく読みました。でまあ確かにこの2人のイチャイチャの度が過ぎるので度が過ぎるので、何ですか、まあ何ですか、その我が子をめでるような優しい目、うん、初めてのお使いをこう見守ったりみたいなシーンもあるんですけど、うんうん、そういう部分もあるけど、まあ確かにその何ですか、その子供、うん、ちょっとそのおちごさん的な空気が漂ってるのは確かだと思います、うん、この作品のね。でもまあこれは僕の持ってるエクスキューズなのかどうなのか、はい、まあ、時代のわからないファンタジーで、でやっぱり騎士道騎士物、うんうん、でそのエスクワイヤーってページ故障ですよね、うん、とかそういうのってやっぱある種ちょっとそういう森蘭丸的な、そう、あ、そういうこと、そういう文化もありますし、ちょっとなんていうかね、ある種のその匂いを感じる、そういう、まあ、中世騎士物とか総員物とかのある種の提携だから、うん、まあその流れなのかなと思って、僕の中ではそんなに気にならなかった、うん、もうそれは織り込み済みでしょっていう認識、そうそうそう、あ、おちごさん物ねみたいな、なるほどなるほど、でなるほど、時代もなんか中世風で、うん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 、で、うん、なんていう、ね、倫理観も違うし、うんうんうん、で異世界だしっていうんで、うん、まあまあ確かにそれをエンターテインメントにしてるから、うん、若干なんていうか、うん、イモラルな匂いはします、うん、マジで若干ね、うん、だけど後半に行くに従って、うん、もうちょいなんかこうこの子守ってあげたい的な方向に話は行ってんのかなみたいな、うんうん、この間をちょっと揺れ動くみたいな、うん、でしかもちょっと姉弟子みたいなのが出てくるんですよね、うんうん、途中からね、
あの女騎士のオリビアさんのちょっと意地悪な魔法使いのお姉さんっていうのが出てきて、なんか抜群に魔法のできる、魔法抜群にできる強い、うん、そうそう、それと取り合って私のみたいな感じの、うんうんうん、まあ、うん、そういう感じの割と何ですかね、あの、うん、気楽な何て言うんですかね、うん、読み物なのかなっていう感じで、うん、僕は読んじゃいましたけどもね。でも気楽な作品だと思うんですよ、うん、それがこの作品の良さだと、うん、なんかちょっと話ずれるかもなんですけど、うん、さっきのなんか皆さんは魔女集会者って分かります？魔女集会者あ、なんかあれですかね、ちっちゃい子育ててなんていうかこんなにかっこよくなりましたみたいな、インターネットの一時期流行った、うん、ワルプルギス的なことじゃない、なんか魔女がなんか例えばこうちっちゃい子供を拾って、うん、こんなに大きくイケメンに育ちましたみたいなジャンルがあるんですよ。あるんだ、うわー知らねえあ、まあでもそれがそのなんていうか、うん、大きくなってかっこよくなった子を育てたっていうだけじゃなくて、うん、その時をとっても一緒にいますっていうことだったりとか、 そ, ので、うん、そういうことも含むって思ってるんですけど、女の欲張りバリューセットなんですよあれは要は子供の頃の可愛さも知ってて、ね、私はお母さんとしてあなたを接してきたけど、うん、でもその子供は私のこと好き、うん、女としてみたいな、理想の彼氏像ではあるみたいな、だからもう子供、息子としての可愛さと恋人としての可愛さどっちも欲張りしたいっていうのが魔女集会ものなんですけどマジか、光る現実的な感じですね。いやでも私はそんなつもり全くなかったからねっていうのが魔女集会ものなんですよ。光る現実は思いっきりもう性欲からバリバリやってるけど、魔女集会の狡猾なところは、あ、今別にそんな狡猾だよ、狡猾そんなつもりはなかったのにみたいな、前の欲望さ、育て方間違えちゃったかなみたいなやつが魔女集会者という、まあ、ちょっと私の偏見も入ってるかもしれないですけど、うん、これは多分魔女集会者にできる要素はある、うん、なるほどね、し、なんか、うん、そこまでかんなんていうんですか、狙ってないかもしれないですけど、だからそこを匂い取って、うん、魔女集会者好きな人も美味しく食べれる仕様になってると思うけ ど、うんうん、なるほどな、これ単に私の好みで言うと、うん、この人たちにラブ忘れしないでほしいって思ってる。ああ、なるほど。まあ、でもキスとかはしてますけど。それはほら、ワンちゃんスキンシップの一環。ワンちゃんみたいなもんよ。ね、まあ、いや、でもこれはね、今深読み、あえて深読みしますけど、お母さんにしてほしかったことの人にや。なるほど。オリビアさん。その魔女集会ものっていうのは、やっぱり女性が、女性読者が読むジャンル。なんか、おだ。大喜利のお題みたいな感じなんですよ。それの具体的な作品があるのかっていうと、うん、なんていうんですかね、割と大ヒット作とか何にも何もそれを作品に描いたっていうよりは、うん、一種のその現象としてそれが受け入れられたエピソードのようなイメージです。そういう感じなんだ、そう、なるほど、なるほどね、全然知りません。ちょっと私がこう、ちょっと心が遠く離れちゃうかもしれないのは、うん、なんかすごく数年後とかになり、うま、ん、くんがめっちゃでっかくなって、うん、なんか師匠あなたって結婚しに来ましたみたいな、うん、なるとなんかへにょへにょってなるかもしれない。なんか2人の、うん、なんかこう慈しみを見たかったのに、うん、みたいな、うん、そういうことじゃないんだ。でもなんかそういうなんかそれのパロディ的なシーンはあるよ、僕は大きくなって。あ、そうだね、うん、でもこれはまだほら、うまくんがな何も知らない、こう、うん、もしかしてこうはならないよっていう、もしかすると作者のあ、めくばせ、めくばせ。でも普通に考えたら大人になる前に終わるような気もするしね。まあ、そもそも一種族感、ね、そうだね、そう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 、そこの葛藤は抱えているわけですが、うん、という感じですよ。だからみんな、いや、この先多分どういう工程を進んでいくかで、これって何々ジャンルだったんだねって多分変わってくるかもしれないけど、うん、今はね、本当に美味しく食べれるよって、うん、だって、ね、いや、もう要するにこの獣耳の子は可愛いを煮詰めたキャラなわけじゃないですか、うん、ちっちゃくてこう、けなげで耳もついててっていう、うん、この子が微妙に大きくなってさ、うん、なんか声変わりしてさ、うん、なんかチンゲボーボーみたいなの見たくないでしょ。見たくないな。いや、でも分かんない、成長具合によるんじゃない。イケメンになったらみんなそれはそれでありってなるかもしれない。なんかさ、全然違う話するけど、四つ葉とかあるじゃないですか、はいはい、まあ、四つ葉って最新刊もうしばらく出てないですよね、うん、そうです、もう何年も出てないから、なんか意外と四つ葉とって、うん、出た時に出たって久しぶりに出たって毎回思っちゃうから、その久しぶりがどれくらいなのか、ちょっと今すぐ四
四葉とのさ割と新しいのってもうやっぱ四葉に、うん、あの自意識が結構芽生えてきてる感じがしてるし、一番最初って結構ねなんか、まあ、モンスターって言い方がいいかどうか分かんないけど、本当になんかこうなんていうか異物っていう感じで、速攻が面白かったのが、僕はそう面白がってたんだけど、自意識芽生えてきて、ちゃんとなんかこう大人になっていくっていうか人間になっていくと、なんか俺ちょっと心が離れちゃうところがあって、へえ面白い。え、学年も上がってんですか。そんなはっきりじゃないね。そうそう、それぐらい。あ、そうなんですね。うん、でも着実に大きくなってるんですよ。へえ。うん。で、なんかね、あの特にあのほらキャンプに行った話ね、はいはい、あそこでなんかこうホームシックになって泣いちゃうところとかは、俺はちょっともう冷めちゃったんだけど。なんて面白いんだ。人っぽくなりすぎた。そう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 。俺はそう思った。めちゃくちゃに面白い。今だからそういうような話、まあ、またちょっと数字が違うけどね、うん、あでもそれは確かにあのちょっとさっきのこの子が大きくなったらっていうのは、うん、ターボエンジン先生が、うん、もしくはその作り手の人たちがどういうこうモチベーションでこの女騎士さんと獣耳の子を描いてるのかは分からないですけど、うん、この形、女騎士っていうキャラクターが好き、ちっちゃいっていうキャラクターが好き、耳がついてるキャラクターが好きっていうので、うん、すっごい煮詰めて出してるとしたら、うん、ちょっと大きくなった時にその対象に対するモチベーションをこんなに熱く持てるかって言ったら、ね、どうだろうか。ターボエンジン先生のこう幅の広さはどれくらい、うん、でもさ、同じなんだろう。でもさ、逆にさ、うん、第2章、うん、反抗期編とかさ、あいい、ちょっと見てって思う自分もいる。そうなった時にターボエンジン先生がどんな感じに煮詰めてこられるのか。だからノア君がさ、うん、多分さ、ちょっともうそんなふうみたいになるけど、うん、部屋でさね、うん、くっつらくきつく言っちゃったとか、うん、なってんだよ、うん、きっと、うん、なんかそういうとこも見つけて見てもらいたい。その年齢にはその年齢の良さみたいなのがあって、はい、なんならあの女騎士と獣耳の子第52巻なんか老年みたいなことで老後編、そうそうそう、あ女騎士老後編な、見てみてもらいたい。まあ、俺が今この作品に魅力を感じるというか、いいなと思うところがあるとすれば、最初俺が言ったようにこの2人のスキンシップの密の高さで、そこから熱みたいなのが感じられるところで、それは今美咲さんが言った通り、煮詰めたような感じがまさに形として出てるのなっていう気はするんだよね。ただそれはなんかすごい絶妙なバランスになりたってるわけですので、そうですね、食べやすいよね、スキンシップ多いけど、多分男の人も本当男女系、男女系私結構男女系、なんかなんだろうさ、だから多分スキンシップと興味ないから結構パッて飛ばしてるのかも、見ながら。あ、これは俺は結構いろいろ漫画読む中でも、うん、結構そのなんかこう体温みたいなのが感じられる、うん、ある意味稀有な漫画だと、うん、まあ、こういうの好んで読んでないから知らないだけかもしれない、もしかしたら。でもこれは本当田田さんも言ったように近すぎるし、うん、イチャイチャしすぎてる、うんうん、まあ確かにイチャイチャ度はすごいです、ね、あんまそこ考えてなかったかもしれない。これ距離感すごい近いよ、かなり近い、そのオリビアさんとノア君の距離感。それはほら一応親子というかみたいな手を取ってるから、まあ、でもそして日本人ってやっぱそういうのをさ、うん、自分自身の、あ、まあ、家族によるけれど、うん、そんなには、うん、なんていうの、ある程度大人になっていったらさ、うん、そうならないじゃない、うん、例えばほら小学校になって男の子が母親とスキンシップするかって言ったら、うん、まあ家庭によりますけどね、きっと。俺さ、すごい子供の頃よく覚えてるのがね、うん、小学校あれ5年生ぐらいだったかな、うん、あの地域の運動会みたいなのがあって、うん、でまあなんかこう競争みたいなのに終わった後に、はいはい、母親にね、うん、ギュッて抱きしめられたことがあるの、うん、それで、うん、それはめっもう本当に全然ないことで、今でも覚えてるぐらいだからね、すごい意外なこととして、印象深くてらした。なるほど、確かに、ね、小学校5年ぐらいだとね、感じるかもしれないですね、ね、なかなかない、ない、あ、まあでもそれもだから家庭によるような、それはね、と思いますけどね。まあなんかすごいこの2人の絶対性みたいなの感じますよね、うんうん、すごい。ただちょっとみんな気になることを言うと、うん、最新話ではもう一人獣耳が増えとる、うん、あ、そうなんですか。増えちゃった、あれ多頭飼いになっちゃった、あれ、あ、そうなんだ、そうなんだ、別の子出てきたけど、そしたらあれですね、読み手の人はあの
今までは、うん、対自分を愛してくれる世界、すいません、私の読み解きの話なんですけど、対読み、自分を愛してくれる人がいたけど、うん、さらにお友達っていうポジションも手に入れてしまうんですね。いやいやいや、お友達いるじゃないですか。絶対ライバルじゃないの。それはみんな見てくれよ。見てくれよな。クラゲバンズで見れるから。まんまと引きにはまってる。え、そのさっきの末っ子問題ですよ。末っ子問題。それいつまでも末っ子でいれるのか。なるほどね。そこか。という感じでございます。はいはい、こういうのがいいんだよ。こういうのがいいらしいですね。そんなところですか。はい、はい、ということで、今回は林さんのおすすめ作品ですね、ターボエンジンさんの女騎士と獣耳の子を取り上げました。次回なんですけど、次回は原のおすすめ作品ですね、お米さん、お米というペンネームですね。お米さんの子供と二人日本脱出タイ暮らし10年目という作品を取り上げたいと思います。はい、はい、ということで今回のサンデー漫画クラブはこれでおしまいです。以上、原と林とただと美咲でした。また次回お会いいたしましょう。それじゃあまた。